どうもショータイムゴルフでーす。はい、今ちょうどルーレットの企画が終わって、うん、やっぱちょっとスコアが悪かったんでもう一回9ホール回りたいってことで2人で9ホールだけ、うん、いや本当にね、ちゃんと1ラウンド半して回ろうかなと思って、うん、超泣いたね。疲れた、疲れました。もう走りまくってあんな打つと思わなかった。いや本当にティーショットでパターとか出ちゃうし、ね、あれは本当に大変だったからまあ、うん、本当は普通に回ったらこれぐらい、同じコースで同じところで回るんで9ホールだけ、うん、どれぐらいで回れるかなっていうのをやりたいと、うん、僕は初めてなんで普通に回ってみたいと思います。はい、頑張ってきます。頑張ります。はい、398ヤードパー4。え、これみんなドライバー打ちますよ普通は。うん、俺はドライバー。ショーツも変わってるから高のフェード。高のフェード。あー、旗の左からドロー。え、ドローこれ。あ、まっすぐだった。あ、大丈夫。ここら辺全然飛んでないから。ボッやばい、マンスだ。グローブしないとダメだ、やっぱ132 50度だ。はい、50度だ。でかい。ダウン。ちょっとでかい。フライヤーした。はい、ショートさんの隣のコース、あっちです。で、隣のホールの隣のホールの端に来ましたね。グリーンはあっち方向、こっちじゃなくてこの奥のグリーン。見てないな、そんな。もうだと。ショートさんの3打目グリーンがそこで、グリーンの手前にあんまりスペースがないんでちょっと上げなきゃいけないと。どこ行った？あ、うまい。これか。ナイス。これ何番？ピッチング。それ打ちたい番だな。ノースパー。塩田さんのパーパット。うまい。ナイスパー。超うめえ。あんなとこで、あんなとこからパー取った。はい、ショートさん、465ヤード、パー5。まあ大丈夫じゃないですか。あれ OB っすか？こっち。やべ、これもやばい。まあやばいけど、まあ当たり悪い。俺も悪い。めちゃくちゃ210。さっき回ってる5番で。はい、5番で一番左の木の向こう側。お、これめっちゃいいよ。あ、ちょい右乗ったでしょ。ピンがこっちなのでショートさん全く狙えない。まあ、距離的には180ぐらいなんですけど。マジ？いや、あそこギリ狙えなくないですか？いや、狙えない。まあ、でもあ、だるいわ、それ。それだるいことした、ショートさん。はい、ショートさんグリーンあっち。いや、ここ。はい、ショートさん何打目？4打目？4打目。あ、ダフった。
やばいやばいやばい結構右向いてるな。おうまい。いやー惜しい。ボギったここでボギーダメだよ。ダボみたいなもんだよこれ。簡単なパー5で最悪だ。ナイスバーディー。まあツオンしてるから2打差やばい負ける。あいよ330と。いやいやいや、すごいワンオンでしょ。ドライバーで打ちますよ、しょうがないな。いや、びっくりしたわ、エアンとか持つから。え、ピン左っすよね。うん。で、木の左に打てば、左に転がって。え、木の左転がっていく。転がっていくよ。いや、これめっちゃいい。これ行ったよ。ワンオン行ったよ。ワンオンナイス。来た。ナイスイーグル。あ、ちょっと早い早い。早い早い早い。めっちゃいいわ。めっちゃ良かった。まあまあ普通、結構当たった。さっきよりは全然当たった。マジか。ドライバーで打てばこういういいこともありますね。はい、ショートさんもどうぞ。ドライバー出なかったからね。パー3で出たか。うん、出ない。あ、でも俺出ましたよ。あ、出たっけ。うん。パターばっかりだったな、でも本当に。ああ、いいんじゃないですか。ちょい右。ああ、ちょっと右だ。まあでも大丈夫っすよね。うん、大丈夫だと思う。どう、フェアウェイには乗ってるんじゃないですか。ああ、まあこっちの方が楽しいっすね。楽しいね。全然楽しいっすね。あの、乗ってないよ。入ったの。入った。入ったなドライバーで。これはこれはこれはパー4。ああ、奥だ奥。嘘、本当だ。オーバーした。おお、すげえ。サムネだ。いや、サムネでも乗ってないから。俺も普通に届いてるわ。はい、ショットさんのボールがここ。奥のボールが、あれ見えない。どこだ。あ、これか。で、ピンがここですね。あ、ちょっと明るいな。なんかすいません。あ、明るい。まあまあ、まあ、上りのパッター残した。クラブしくった。60、うん、60じゃない、56。もういいんじゃない。おい、ナイスバーディー。え、2アンダーじゃん。何が。やばい、負けるじゃん、これ。ナイスバーディー。疲れた。早くしねえんだよな、これ。ショートさんのバーディパット。まあラインはちょいフック。まあ簡単なラインじゃ簡単なラインですけど。うまい。ナイス。ナイスバーディ。戻った。戻した。戻した。うん。ナイスです。届くんだな、ここ。うん、届きますね。340でも届いちゃう。湿ってる地面でも。そうっすよね。結構結構ラン出ないっすもんね、今日。あ、急げ急げってせかしてくるの。あ、やばい、バッテリーが。これ見てて。はい。少しでもスライスしたらすぐボビーだな。あ、そうなんすか。あ、じゃあ俺絶対ドライバー打たないっす。うん、いや、もうこの左、めっちゃ左。え、結構やばいと思いますよね。え、左何があるんですか、隣のホール。これやりすぎたわ。何番、4番、2番。やばい。うわ、手堅いね。大丈夫でしょ。76、何番。これを巻きすぎ。今は何、フック狙ったの。ちょっとフックしちゃったからオーバー。
しちゃったのしちゃったしちゃった狙ってないんだ狙ってないストレートまあドローで行こうかなと思ったら、うん、フックしちゃってフックした分オーバーしちゃったやばっ瀬戸さんはティーグラウンドあっちでここの隙間抜いてここに来ましたいや本当になんかよくわかんないですゴルフがこの人は45ヤードぐらいまあ近くに寄せてくれるでしょうあーでかい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 うんあもうちょっと戻ったうんあもうちょっと戻ったうんあもうちょっと戻ったちょっと今のミスショットですねせっかくドライバーでいいとこ行ったのに何度60度グリーン直接落として転がす、うん、え止まんないまあまあまあ微妙な距離のパーパットが残っちゃいましたショートさんのバーディーパット曲がんない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 うん微妙まあナイスパーナイスパー2アンダーキープキープ珍しいねいや珍しいショータイムでは珍しいわ365 2番アイアンだけどティーが10ヤード前2番アイアンで仕切ってますそういうことでしょほら仕切ってさ仕切って曲げるのが一番ダメですよ、ね、ラフってさ男じゃないわ言うね言うね翔太さんドライバーで動画のために毎回ドライバー打ってんのか本当に自分でドライバー打ちたくてやってんのかよくわかんないもうこの人全なんかおかしいんだいやルーレットやったからっすよ明日試合なんすよねやばー99を69 60でフックかけるからどうでしょうフックかけんなえ、だって、まあまあ、フックってか、まあドローうんで、飛ばす感じねうんちょっと低く出してうまい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 、これうまいこれうまいようまいじゃないめちゃくちゃうまいわ、あれどこどこにいるかわかんない、翔太さんちょっと待ってくださいあれあ、いたいたはい翔太さんグリーンがここで、翔太さんがいるのはあっち隣の方で全く見えてないですあーうまいうまい結構うまい、はい、うまいっすね俺より近いしえ曲がんないのこれまっすぐ抜けたやばいちょっとでかいプレファストですね今日は、うんいつも通り今日はプレファーストですいやあ、本当にショットもったいなあんないいショットしといてもったいないよ最悪もったいな、はい、翔太さんのバーディーパットあ、やば弱いうん、弱いナイスパースね、そこからいや俺がこあそこからボギーで翔太さんのパーなんだトワイルホールからパーならいいでしょいいわめっちゃリカバリーあ、これいいわいいよこれいいよあ、でもちょっと右戻す気は入る入る